はい、どうも、クレス。今回もモダン3やっていきたいと思います。今回ちょっと武器変えてみようかな。MSR でいきたいと思います。もちろんね、落ち着きが多分欲しいと思うんで、それならボルトアクションの方がいいかなと思って。開幕どうだったっけな、確かここからやってたはず。来ないですね。こっちから来ない。リスかな。おっと、それがいたか。まあ、MSR なんで、ちゃんと一発で決めていかないと。まあ、2発目もまあ、運が良ければあるけど、そんなないと思うんで。こっちから行こうかな、見てか。くっそ、まだあの人いたー。ちゃんと覗いてない方向にクレームを置くっていうね。あの人あんまり嫌だな。 あの人嫌だな。どうしようかな。行かないっていう手もあるけど。くそー。嫌 だこの人。でもさっきクレイマーは俺引っかかって多分なくなってるはずだから、これでバレたね。で、アサシンでしょ、あの人。よし。くそ。くそ。まあ、ああいうのはモダン3には結構多くいましたからね。まあ、その点、なんか今の作品の方が、そういうのいいような気がしますけど。はい、本当に多かった。多分またいるんでしょう、奥に。いるぜ、まだ。まあ、一人一人やれた。あれはね、まあ、味方にいる分には全然構わないんですけど、ああいうの敵にいるとね、困るよね。立ち回りが、見えるんだっけ、そういえば。またあの人だ。あの人あそこに行ったぞ。いいね。上か。いないか。またあそこにいるんじゃね。くっそー。うまいんだよね。サーマルに LMG つけると安定するみたいな。俺はもうやったことないから分かんないけど、使いやすくなるみたいですよ。まだいいんじゃないかな。え。 こっちにまだいいのかな。それはないか。倒したい。ふう。来てるでしょ、絶対。ああ、惜しい。頑張ってたのに。 でも結構頑張った方だと思います、今。バレットだったらもうちょっとアクティブに行ってもよかったんだけど、 MSR だからさ。よし、いいね、今の。乗ってきました、乗ってきましたよ、これ。いいよ。バレて。よし、よく引っかかった。よし、ごめんなさいね。
ちょっとさっきまであなたイモってたんでイモり返してやりましたよ。どうだ、あ、あれ C4 爆発しなかった。まったあ、そこは強い。いやでもまあ徐々に回を重ねるごとに、まだ2回だけどいい感じになってきますね。そんなにいっぱい、ナイス。あら、そんなにいっぱい、なんだろう、アサシンがいるわけでもないんで、無人偵察機どうしようかね。出しても出さなくてもいいような気がする。お疲れイモリ。ポイントだけもらおう。よし、まあ良かったですね。前半ちょっとね、あのイモイモされてる方にあのやられてしまいましたけども、後半なんとか復習できたんでよかったな。すっきりしてる、すっきりしてます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。はい、じゃあさよなら。